だもん。こんにちは。だもん。こんにちは。寝てないで起きて、いや寝てるよ、寝てる。でも朝一終わったからあんま寝てないよ。あんま寝る時間なかった。買い物行ったりしてたら。兄ちゃんかわいい、ありがとうありがとう。こんにちは。どうも、こんにちは。あ、お昼からと今日はちょっと準備できてたと思うんですけど、こんにちは。お昼顔出しとかいいですよ。確かに久しぶりにちょっと早めに始めちゃった早めに準備終わってきたから。最新の小銭しか買ってない。100均も行ってないよ。ひろぼし100回ありがとう、ありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。おそば、そば、とろろそば。とイコルさん200回目の訪問ありがとうございます。たくさんありがとう。あと赤サゴさんも200回目の訪問ありがとうございます。たくさんありがとう。ボヤンセイジさんファンレベル11ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。顔出したから一緒に夜と錯覚した今日はちょっとさっき買い物行ってて準備してとかできてるから昼大丈夫じゃない。お蕎麦だよ、お蕎麦。こんにちは。イコルさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。キャキャ投げてありがとう。ありがとうございます。こんにちは。お蕎麦食べる、お昼ご飯。よっから、お腹空いた。こんにちは。ブブがなんか狙ってる。イコルさんファンレベル13言ったっけこれ。ありがとうございます。はい、と言ってないよね、多分見てないよね。2度目の方ありがとう。あ、さっき上がってたのか12、びっくりした。兄ちゃん、あーこれ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 、充電器で遊ぶよ。ちょっとブブ、ほらでしょ。充電器で遊ばせてよいしょ。こんにちは、行ってきます。とろろそば、これ食べたかったんだよね最近。長芋食べてばっかこの前長芋の浅漬けとか食べてた。ひろしさんファンレベル25ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。おいしい。めっちゃ暑かったさ、そう。さっき買い物行った。暑いね、今日も。
こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。サボン。もう今日は外出しないでいい。もう今日は出ない。美味しそうなもの買ったはず。美味しい。おそば。こんにちは。二度目の方ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。むせない。ちょっとずつとろろを取りながら食べてる。こんにちは。どうも。ゆめちゃんどこ行っちゃった？2度目の方ありがとう。こんにちは。おいしい。とろそばが一番好きかも。そばの中だと。ぶっこみ派？ぶっこみってこと？ふふふ、歯見えてしません？久しぶりにラジオじゃなくってお昼画面つけた。せいたかくんさん200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。こんにちは。せいたかくんさんファンレベル14ありがとうございます。ね。こんにちは。も人参持ってきたよ。いらないよ人参は。いらないよ。見てよ。こんにちは。も美味しい。こんにちは。2度目の方、2度目の方へと。こんにちは。そばにかけて混ぜる？そばに、混ぜた私も。あ、混ぜた。どうして混ぜない？これ美味しいよね、大好き。こんにちは。どうも。買い物
全部変えたはず。いや、潜った。もぐもぐ配信。こんにちは。キシーさん、たくさん紫おっぱいありがとうございます。ありがとう。オッケー、じゃなかった、こんにちは。はい。こんにちは。起きてるよ、なんか起きてるよ。起きてますよ。待って、もしかしてオールだったら偉いね。オールじゃないよ。寝てたよ、ちゃんと。こんにちは、どうも。動いてる？大丈夫じゃない今日は。画面つけ。録画してやつを流してる可能性？ないだろ。ないよ。何そば？とろろそば。とろろ。こんにちは。も朝配信今日してた。6時半ぐらいから。朝から買った女優さんたちの反応どうだった？反応？え、どうだったかな？まだ来てない。朝配信してたんだねみたいな感じだね、みんな。劇場リニューアルって元メンバー的にはどんな心境？劇場リニューアル心境？え、寂しくなるんだくらいじゃないの、みんな。くらいじゃないの？心境。こんにちは、どうも。お疲れ様です。お疲れ様。夏そばだね、やっぱ。そば食べたくなる。とろろがいい。とろろそば。2度目の方やろ。朝配信は大丈夫。寝起きだからです。大丈夫です。朝配信はお昼は行けた。マクリネスさんファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。うん、朝は先添え事前録音した配信なきゃないでしょ。どうやってコメント予想すんの、無理よ。器用すぎる。器用じゃないか、なんていうの、天才じゃん。コメント予想すんの。美味しそう。めっちゃ美味しいこれ。でも昼足なのに。いいよじゃない。今日買い物行ってたから。もう準備終わってたの。元ちゃんないでしょって言ってくれてれば10分くらい持ちそう。きついよ15分は。それだけで無理だよ。おいしい。コンビニ弁当スーパーで買ってきた。
キャラだ全部。お疲れ様でした。よいしょ。あ、ゾムの方に。おう。美味しかった。初見です。違うでしょ？違うでしょ？こんにちは、ゾム。今日のお昼は？ハワイの海に浸かりながら、ハワイの海に浸かりながらロコモコ？ハワイの海に浸かりながらどこどこ？ハワイにいるの？どうじゃ？最近ロコモコ食べてないな。初見じゃなくて初見です。なんだよこれ。スープ？あ、これ？ラテ飲むか。あれの一緒に待ってね。あっちを置いとこ。ここに狙われちゃうかな。ブブだね。つけのぶし。ブドウに顔つくんじゃない？狙われちゃうわ。向こうも下げてくるキッチンに。お水も取って、ハワイの歯医者に朝から行ったのかと。ウリサさんね、そんなわけない。びっくりしたよ、ハワイちゃんといい。ブブに狙われちゃうからさ、つくねられてた。下げてくる。あとお水も取って、いただきます。ただいま、お水取ってきた。ニコルさん、ファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。2度目の方、ありがとう。こんにちは。リップ取れちゃった。また寝なきゃ。今日お昼配信、いつもより長めにやろうかな。ただいま。よいしょ。リップ塗る。5時間ぐらい。長すぎだろ。長すぎる。
24時間やばすぎる。今日のサムネ動きある、サムネは動きある、それじゃないの。違うのよ。こんにちは、どうも、お邪魔ました。違うでしょ、初見でなくて新規です。新規違うじゃん。こんにちは、どうも、初音の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは、おはよう、おはよう。あれ、浴衣じゃない、浴衣夜配信よ。夜配信でって言ってたじゃん、昨日。夜配信よ。本当だ、よく見たら動いてる。よく見なくても動いてるよ。よく見なくても動いてるって。今日はラジオじゃないよ。初音の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。どうもー。こんにちは。よかったもん、498人。また明日さん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いいね。あと2人で。500人。こんにちは。新規詐欺始めました。ダメよ。ほんとだ、ネッシー動いてる。ネッシー動いてたら怖いって。動いてないよ。お疲れ様です。お疲れ様。もうすぐ500人よ。嬉しい。2度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも、どうも。朝起きて、お昼起きて、お昼、でもね、朝とお昼の間、あんま寝てない。30分くらいしか。なんか、買い物行ったりしてたら、結局あんま寝る時間なかった。こんにちは、どうも。わかった。AI 動画。違うよ。違う。わかった。話し終わったら、必ず俺コメントするね。そう、忘れちゃうときあるけど、たまに。切るだけ。こんにちは、とも。夜寝過ごす心配。大丈夫。やれますか、ちゃんと。500人いったらバンジージャンプ飛ばないよ。こんにちは、とも。なんか歌うか、お昼配信。ちょっと本物の山田恭子が確認させてください。本物よ、なんで偽物なのよ。この後さ、じゃ午前中に出かける用事済ませるのが、本当にそう、もう出かけたくない。お兄ちゃん、二度目の方、ありがとう。朝目が覚めたら始まってた。昼から歌うと学部今日はね。妹さん、こんにちは。妹じゃないよ。虹が頭が大好き、ありがとうね。こんにちは、どうも。どうもどうも。最近さ、あれつけて、なんだっけ、アームカバー。あ、本当はさ、去年ファッション用に買ったんだけど、もう今年はもう普通にめっちゃ伸ばして。焼けないように使ってる最近。今日もちゃんとつけてきた、アームカバー。こんにちは、どうも。サッカー見て満足して、朝配信寝てた。満足して寝てた。紫外線もうね、焼けたくないからね、つけてて焼け対策するし。え、それとあと、あれ、日傘さしてちゃんと。見て。こんにちは、どうも。目が溶けそう。やばいな。目が溶けそう、やばい。こんにちは、どうも。今日って夜配信何、夜配信何時からしようかな。最初、最後の枠が、最初って言っちゃった。最後の枠が20時からするつもり。いつも通り。いつもの最終日の感じ。20時ぐらい。20時で。その1個前の枠何時からしようかな。今ね、まだ決めてない。なんか、できるだけ長めにやりたいから。5時台からできたらいいなと思ってる。京香ちゃんより遅く起きたってなんか悔しい。なんでだよ。ついに今年クーラーつけちゃった。もうつけなきゃ、暑すぎて無理よ。2度目の方、ありがとう。こんにちは。
あ、ファハイちゃんお疲れ様。夢の中だったか。夢の中だった？どういうの？寝てた？あの配信何時までしようかな。決めてないよ。1時間半ぐらいしようかな。いいか。こんにちは、どうも。まあ、いつもよりちょっと長めにやります。こんにちは。おいらも日の差はさしてる。工場内のところで日の差は私だけ。暑いのね。暑い。ほんとに。紫外線って言ってたね。日差し。あの、日傘と混ざっちゃった。紫外線対策大事よ。肌が。あんま良くないしな。焼けるの。タムが出場するバレエも20時から出ないの、私。出ないの。なんで出る側になってんの260万ポイント言ってる。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。山田キンダーガーデンって何？山田キンダーガーデンって何？いつもの方ありがとう。どうも。ピアクダム。外出ないから。紫外線確かに対策にする。違えたよ、でも。キンダーガーデンは幼稚園。あ、幼稚園って言うの？知らなかった。皆さん男子好き。皆さん、え、でもいいんじゃない？男の人、確かあんま見ないけどさ、でも、大事じゃん。よくないよ、焼けるの。焼け止め塗って、今日も塗っていかなかった。あの、アームカバーつけて、日傘さしていったから。私、審判できないよ、これ。幼稚園イベントで、幼稚園のコスプレあります。コスプレは持ってない。幼稚園はみんなの方なんだからな。来週出るの、あの、そう、幼稚園のイベント、ショールーム幼稚園みたいなイベントに出る予定で。あの、なんだっけ、ギフトランキングでさ、幼稚園児のコスプレのやつがあるから。そこ狙ってください。着せたかったら。初詣の方ありがとう。ヨコさん、リペロで出ないよ。出ない、出ない。いや、今日は解説もしないよ。幼稚園児さん、コスプレいらん？どういうことだよ。仕事以外で外出たら負けだと思ってるから、仕事着はいつも長袖？メイクサロン行かなくてもいい季節なのに、外出ないなって思ったらない。焼けるのは良くないよ。毎日幼稚園のコスプレ？どういうことですか？どう、なんて言いたいんだ。こんにちは、どうも。どうも。何入れようかな。カラオケ。こんにちは。いつもの方ありがとう。パン付きの服涼しいらしい。あ、あれ、なんかさ、あの、なんか、なんか、あの、警備員さんが来てたりとかするやつ。あれ涼しいって聞くけど、普段着るのに着づらいよね、ちょっと。チューリップ。懐かしい。チューリップって入ってんのかな？こんにちは、どうも。毎日ゴミにアバブって言ってれば、だいたいいける。いけないよ。仕事着は仕事が、長袖長ズボン？めっちゃ暑いじゃん。赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃん。ビビビビビビ。あ、チューリップあるわ。あるんかい。こんにちは、どうも。あつもの方ありがとう。こんにちは。教科書で、やすちゃんが朝寝坊したよ。朝寝坊した？ダメだな。ダメだな。くちゃく、電池消えた瞬間から地獄が始まるし。最悪だ。こんにちは。どうも。チューリップ？でもこれやめとこ。足すのも入れるか。村先生は、私は、そう、クマ組よ。クマです。たぶんに朝寝坊を超えたら面白い。本当だよ。
昼は寝坊です。結局寝坊なんかい。山田幼稚園は熊組、熱心組、高級組に分かる。三つあるの？海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いてたから悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれっきりこれっきり、そうなの、悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでさせて。君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さを寂しく思う、僕の考えすぎだって。笑われるだろうか。好きでいたい、そばにいたい、君への思いは永遠だ。時がそう過ぎ去ったって、日はもう沈まない。好きでいたい、また会いたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで居続けること。自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい、もう一度もう一度君を誘いたい。あれっきりこれっきり、そうなの、悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでさせて。好きでいた、これからもありがとう。ありがとうございました。ありがとう。よいしょ。パチパチありがとう。くまたかさんファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。あと、ヤンスさん、ミラーボール玉。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。みつおさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。
2度目の方もありがとうございます。初詣の方もありがとう。こんにちは、初見側面からありがとう。こんにちは、よいしょ。初詣の方もありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。あ、待って、朝配信のキッシーさんのやつ書いてなかった。キッシーさんのやつから。こんにちは。朝配信のやつから書くね。よいしょ。朝配信の時、レインボースタータワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。よいしょ。レインボースタータワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。2度目の方、ありがとう。こんばんは。こんばんはじゃない。こんにちは。間違えた。サステナブルといえば、福島海のセンターでもめちゃくちゃ可愛かった。ほんと？ありがとうね。嬉しい。ありがとう。よいしょ。みんな紫帯もたくさんありがとうございます。ありがとう。2月28日、やすさん。ミラボタワー。福島じゃない、福島、あ、びっくりした、そういうこと、福島じゃない、福島、そういうこと、びっくりした、そう、東京である福島駅ね。私福島行けるのかと思った、そのイベント見た時、出るって決まった時全然東京だった。ヤンスさん、ミラボルタワーありがとうございます。ありがとう。あいつね、ヤンクさんありがとうございます。ありがとう。よいしょ。ミラボタワーありがとうございます。ありがとう。あいつね、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。トムの配信10回見逃したので、本番ひなたん始めます。なんでよ、なんでよ。確かに福島でやるイメージ、そう、まさかの東京だった。寝坊してごめんなさい。いいんだよ、別にいいよ。こんにちは、ありがとうございます。こちらこそありがとう。ありがとうね。こんにちは、どうも。ジャケちゃんもう300万ポイントいってる。強いよ。強いよ。紫音符どうなってるか。紫音符が、紫音符は4万ポイント差か。4万で。あ、ミラーボール。ジャケちゃんが1位になったね、また。そういうことか。なん、強い。なんとか追いつきたい。福島宮城手渡し意味お願いします。また、またやりたいね。できるんだったら。二度目の方ありがとう。こんにちは。寝坊ある人も初見作業、初見作業ダメですよ。そりゃ、もちろん。お昼テンションで山田さん好き？違う？いつもと。一緒よ。一緒です。寝坊してごめんじゃなくて、可愛くてごめん。可愛くてごめん。可愛くてごめん。たくちゃん。山田先生、フルマンさんが朝起こしてくれませんでした。抜け駆けですか？さあ、ちゅう。はいですね。両方悪いか。初見です。うつきゃー。よいしょ。よいしょ。可愛くてごめん。
私が私のことを愛して何が悪いの知ったでしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう。日傘持って帽子だって幸せだもん。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん、尊くてごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねざまあ。あなたはあなたのことだけどうぞ私に干渉しないでください。類は友を呼ぶと言うけど届きませんね、その陰口。重い厚底ブーツ、お気に入りのリュックで、崩せない前髪くしでといて、お出かけしよう。軽い女ふざけんな、重すぎるつの。可愛くてごめん、この時代生きてごめん、目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん、可愛くてごめん、自分磨きしてごめん、ぶりっ子でごめん、トリコにしちゃってごめん、ムカついちゃうでしょざま。趣味の違い、変わり者とバカにされても曲げたくない、怖くもない、あんたらごとき。入らなかった。一番大切にしてあげたい、理不尽な我慢はさせたくない、それが私。こんにちは、どう？待って。かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとくてごめん、人生楽しんでごめん、かわいくてごめん、努力しちゃっててごめん、尊くてごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねざま。ベビースターさん、ミラモールありがとうございます。ありがとう。こんにちは、ルイは友呼ぶだからサーシャのレモンさんがたくさん。こんにちは、ありがとうございました。まあ声出ないわ。まあ初詣の方ありがとう。遅刻したけど教官先生が許してくれたよ。幼稚園児来るの早いよ。初見です、初見さん、コメントありがとう。こんにちは、そんなに謝らせてごめん。なんでそれ。この歌、山田さんのことやブブちゃんのこと、まあ確かにブブのことでもあるな。パチパチ、ありがとう、ありがとうございます。地獄は教科先生からビンタがあると聞きました。そんなことはしません、やめちゃう、そんな怖い。2度目の方ありがとう。こんにちは、どうも、こんにちは、やっほー、よいしょ。どうも、本物の初見さん、ようこそ、ようこそ。こんにちは。ご褒美なんよ、じゃあ。カラケーベルセンター4位。カラケーベルね、ちょっと1位で終われるように頑張りたいの。3冠目指して頑張りたい。今ね、どうなってるの。紫音符が2位で、4万ポイント差ぐらいで。
だっけ、ミラーボールが1位とは、151万ポイントだから34、17万ポイント、ちょっと離されちゃってるんだけど、なんとか追いつけない。ブーニャン謝ったばかり、ブーニャン違う、ネタばっかりいるんだよ。ブーニャンネタばっかり、謝ったばっかりじゃない、ネタばっかりです。タケちゃん強いね、タケちゃんところの石油王の方が。村先生いっぱい配信して偉いです。やった、褒めてもらえた。ありがとうね。誰ですか本物の初見さんって、誰ですか。誰ですか。うん、来週のイベントのコメント欄荒れるよ、どうしか。まあ楽しくなりそうね。おー、こんにちは、どうもどうも。タムにはネタばっかりじゃなくて、今日はちゃんといっぱい配信しますよ、最終日なんで。こんにちは、とも、お疲れ様です、お疲れ様、お疲れ様です。どうもどうも。ゴーン。またおかしくさ、まあ確かにね、チャケちゃん強いイメージある。チャケちゃんのところの1位の、高級ランキング1位の方、やばい、でも。すごいよ。一人で90万ポイントよ。すごい。よいしょ。こんにちは、どうも。どうもどうも。ムチェンジのコスプレ楽しみにする？ムチェンジのコスプレ、イベントであるから、ギフト、なんだっけ、ギフトランキングで。そこを狙いましょう。持ってないもんだって。そこ狙おう。こんにちは。マイナス90万ポイントで。ちょっと、1位の方が。うちのグランズちゃんもそう。確かに、グランズちゃん、全部ちゃんつくの。ありがとうね、グランズさんも。18万ポイントめちゃくちゃありがとうございます、たくさん。キシーさんも、フロンマインさんも、ヤスさんも。たくさんありがとう。こんにちは。コスプレタウチビ。ユーチンジアバターだ。私も作るかな、じゃあ。ちょっと来週、イベントに向けて。ユーチンジアバ、作るか。アイビスペイント入れたから書くか。こんにちは、どうも。ゆでんちゃん、ゆでんちゃんもすごいよ。カレットミントさんもすごいよね。ありがとうね、本当に皆さん、いやみんなよ、みんなありがとう。みんなエンジャーバキよ。やばすぎる。変なルーム。理由料魔界園洗濯機。演者また書いてもらう、書いてもらう、お願いする。さあ多分ね、あイベント間に合わない。今変なルーム言ってる。変なルームでしょ。みんな、幼稚園じゃまた。魔界。変だな、誰が言ってんだよ。最低限の生活は、洗濯機と君とレディを、週末は踊ろうよと、誘ったが実は興味ない。こんにちは、どうも、贅沢を望むなら冷蔵庫と夢とスタレを、週末は踊ろうねと誘ったら君も興味ない。淡い期待、広い狭い部屋で名前を呼び合ったりしている。この恋が、この恋が、その声が途切れた時
には全て忘れて生きていこう。この恋がこの恋がこの夜がずっと前から僕らを待っていた待っていたんだ。三周回って普通結構回った個性的なる確かにね最小限のカラクにはエビとしなげるメロディ、君が好きと言ってた笑顔も16回見た。駆け引き白い黒い嘘に自分で傷ついたりしている。この恋がこの恋がその声が途切れた時にはすべて忘れて歩いていこう。この恋がこの恋がこの夜が最初で最後だといつだって思っているんだ。2度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。喜びは夕焼けに染まった君の横顔であったり、馬鹿な僕は君の中泳いでたんだ泳いでたんだ泳いでたんだって溺れて気づいたり。この恋できっと間違っていない合っているんだ。きっと間違っていない合っている。この恋がこの恋がその声が途切れた時には全て忘れて生きていこう。この恋がこの恋がこの夜がずっと前から僕らを待っていた待っていた。最初で最後だと思っているんだ。この恋がこの恋がこそのだったそのだったこのじゃなかったこの恋がこの恋がこの夜が二度目の方ありがとう。こんにちは。クセ強ルームってことで。しかもみんなクセ強くない。ちょっと。ありがとう。ありがとうございました。ゆうたさん100回目の方もありがとう。たくさんありがとうございます。ありがとう。ちいさんの方で。間違えた。パチパチありがとう。ありがとうございます。ペラたくさんありがとう。S ありがとうございます。お昼配信なのに夜配信のテンションなのは朝配信のせい。まあ確かに。あとラジオじゃないのもあるか。大丈夫、自分の常識は世間の非常識なんてよくあることさ。幼稚園ジャバターだし。じゃあこんにちは。2度目の方ありがとう。どうも。配信何時までしようかな。1時間半ぐらいしようかなって今のところ思ってます。よいしょ、1時間半ぐらい。俺らみたいな普通の人から見る分に面白いわ。あ、それならいいかなんか面白いと思ってくれたら。こんにちは。どうも。お昼からこんなに可愛いのに。2時半 ?2 時半なんか一人時間先に進んでる人いる。びっくりした。今2時半なのかと思った。行き過ぎじゃない先に。二度目の方ありがとう。こんにちは。この後お仕事頑張れ、頑張ってね。こんにちは。40分前、どうしようかな。何時分だろう。40分、2時ぐらいまでやろうかな。なんかどうせな。はじめまして。違うでしょ違うでしょ。違いますよ。違う、ジャケちゃん40万ポイント差になっちゃった。離されちゃう。強すぎ強いよ。じゃあまして、
違うでしょ。今から1時間半、今から1時間半じゃない、それはやばすぎる。じゃあ長いよ。なんか今日ちょっとなんかこのイベント1位になりたいから頑張る。はじめまして、なんだそれ。うん、フォローありがとう、ありがとうございます。ありがとう、2度目の方もありがとう。こんにちは、どうもこんにちは、初見です。違うでしょ。じゃあ20くらいまでやろうかなと思ってる。なるほど、今から1時間半だ、20。あ、だけそういうことか、よく1時間はやんないよ、長いよ。ちょっと2度目の方ありがとう、こんにちは、どうもこんにちは、よいしょ、どうもどうも、こんにちは、やっほー、こんにちは。お昼寝時間は短くなる、大丈夫大丈夫大丈夫。こんにちは、どうも、フーチンジャーバターの方が増えてる、ちょっと1位取れるように。シルブブプレジデント、次それだ。シルブブ、シルブブ歌います、いいじゃん、ヤヒ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 、こんにちは。今から夕方配信できるかしら。あ、起きるよ、ちゃんと夕方配信も浴衣着るつもり。何時からかな、最後の枠20時からだよ。何時からやろう、5時半ぐらいから始めようかな、2時間ぐらいやろうかな、2時間やろうかな、7時半ぐらいまでやって、でその後に8時から感じだろうかな、な、かお昼寝時間かかって夜配信遅らせる、そんなことしませんよ。じゃあ、でも寝なければ寝坊しない、でも眠いよ、ちょっと。ちょっと眠いよ。こんにちは、どうも、一歩落ちてる、二度目の方ね、どん、服かわいい、ワンピース着てます、ちょっと寝坊中なの、頭の方ありがとう、こんにちは、どうも、こんにちは、どうも、オッケー、22時過ぎから明日21時まで寝た、大丈夫。寝すぎだろ、それは。二度目の方ありがとう、こんにちは。今日は地元の花火大会だから、浴衣、浴衣も最初めちゃくちゃ楽しみ、来ますよ。んー、2度目の方ありがとう、こんにちは、じゃあやるとこ、シルブプレジデント、ブーブー配信、ブーブーが出てくれない、ブーはじゃ出てきてくれない、
逃げちゃうからすぐ。よし、シルブープレゼント。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。タイピングの音もブーブー言ってる気がする。いやもうやばすぎる。言ってないよそれは。先生、私が大統領になったら、人の男にちょっかいかける女は島流しにします。先生、私が大統領になったら、いや、ただの友達だよってごまかせず、へそから天気を流します。だだだだいた、無敵センセーショナルクローズ。ドドドドかい、やるぜ、だだ、敵にリサーチだ。大嫌い、しょうがない。クズは病気ね、バイバイバイ。権力財産チーム戦、何もないけどさばきたいでしょ。ダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。誰ですかあの女、ダメですかそうですか。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。シルムプレプレプレジデンス。先生、私が大統領やったら、ただの仕事の付き合いだよっていうやつは二度と働けなくしてあります。先生、怒りいや向こうが強引でさっていう男の口でレジを流し込んで固めてあります。ウィーミーちゃん、まるでトンファンキドリスキャンダラス。ママはまた価格干渉なしのスクープね。愛はない理由じゃない、悪くないのではいはいはい。契約どのイケシャシャ、何もないとかありえないでしょ。だだだ大統領になってもね、多分君は変わらないね。しだととぼけてのなりくなりかわすのね。デートですかこんばんは、本気ですかそうですか。情熱と不注意微熱も消してしまいたい。これじゃない。初見です。本当本当に。ワンツースリー、ダダダ大統領になったらね、マジで君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。どこですか今あんた、見っけちゃった、バレちゃった。夜道には火曜人さよなら、代わりに抽選シルブプレプレプレジです。はぁ、あ、いつもの方ありがとう。こんばんは、ヤスさん、ミラボルトはありがとうございます。ありがとう、あとで2つもありがとう。あ、ついてるな。なんか入れるか。何がいい？ BGM つけなくていいや。二度目の方ありがとう。こんにちは。初物の方もありがとう。あんま、タオルのやつで。何しようかな。はい、何しよう。今日も考えてます。ありがとうね。ありがとう。ハム太郎入れようかな。じゃあ、ハム太郎で。急げ。いい。うてつぐ初めて言った？ふふふ。夜配信で基本歌ってるけど、昼はね、あんま歌ってないんだけど。まあ、今日は。ふふふ。桃太郎じゃない。桃太郎。うん。とっとこ。走るよ、ハム太郎。隅行こう。走るよ、ハム太郎。大好きなのはひまわりの種、やっぱり走るよハム太郎。はいはい、とっとこ回るよハム太郎。ガシャボ回るよハム太郎。大好きなのはひまわりの種、回ると嬉しいハム太郎。頑張れ食べたら。あとね、とっとこ
眠るよハム太郎、どこでも眠るよハム太郎。大好きなのはひまわりの種、やっぱり眠るよハム太郎。こんにちは、どうも、タオ太郎とっとこかじるよハム太郎、なんでもはじる、はじる描きしたらかじるが言えなかったかじるよハム太郎わたわた、とっとこ潜るよハム太郎、どこでも潜るよハム太郎。暗闇の中どこでも行ける、潜ると落ち着くハム太郎。はじるとっとこ溜めるよハム太郎、ほっぺにはめるよハム太郎。大好きなのはさっきからハイになっちゃう25個入るよハム太郎25個とっとこ隠すよハム太郎、どこでも隠すよハム太郎。落ちているもの、大切なもの、隠して忘れるハム太郎。とっとこ洗うよハム太郎、前歯で洗うよハム太郎。毛並はいつも艶やかなのだ、ピカピカ気分のハム太郎。とっとこ生きるよハム太郎、自由に生きるよハム太郎。大好きなのはひまわりの種、どこかで遊んでるハム太郎。2度目の方、ありがとう、こんにちは、どうもありがとうございます。やっとこハム太郎、やっとこってありがとう、ありがとうございました。はい、また長いのね、最後がこれ大好きなの、油そばそれ私じゃん、それ私でバチバチありがとうございます。アゾムの方もありがとう、こんにちは。なんか口についてる、よいしょ、ヤスさんにラポルトを買おう。だいたいタムの歌？嘘、そんなことない、くっついてる。パチパチありがとう、ありがとうございます。タムの方ありがとう、リッポの嘘、タム太郎、タム太郎タム太郎アバターは微妙だったけど、石油、石油を規模になれるアバターだった。ほんとだ石油石油だ、せっかくタオが食べるやろ、泣いてだ、ほんとに。でけんちゃんの配信終わったから頑張ればいける、追いつくか。7月28日ナッシュさん、こんにちは、どうも。二度目の方ありがとう、こんにちは。ミラボタバと思ってくるこの曲、新しいの買ってこないけど、
よいしょ。逆石油アバター、もやし生活いろんなアバターあるな。ヤスさん、ミラボルタワーたくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、こんにちは、どうも、2度目の方ありがとう。ヤスさん、ありがとうございます。ミラボルタワーありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。たくさんありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。はい。こちらこそありがとう。こんにちは、どうも。えほー。こんにちは。272万ポイント出る。ありがとうございます。たくさんありがとう、みんな。ありがとうね。こんにちは。石油が盛り上がった。石油さん。大好きなペヤングのタレ？ペヤングのタレ？スキューさん、カモカモ横のサッカーボール違うのよ、もうミラーボールですかバレーボールともないです、ミラーボールです。メイス生活めっちゃおもろい確かにそんなバターボールでいろんなのありすぎる。やばい、現実的なアバターしかなんだ。やばい。そんなアバターは。すごいな。結構凝ってるぞ、このアバター。すごい。これ誰が作ってんの、このアバター。すごいね。違うね。バスケのボール違うよ。ミラーボールだって。なんでみんな分かってくれないんだ。あれはどう見てもミラーボールでしょ。こんにちは、とも。あ、ミラー？そうだよ。そうだよ、ミラーボールです、あれは。ミラーボールにしか見えないでしょ。こんにちは。朝足納豆寝て、今起きた。まさか昼を配信してるだって。するよ、するって言ったじゃん。二度目の方ありがとう、こんにちは。バレーボールもあり？違う。ミラーボールだって。ウムのおもちゃのボール？違う。てかさ、あのさ、朝配信の時にさ、めっちゃさ、ボロボロに、あの、なんかすごい、ブブが破壊しててさ、猫じゃらしがあったんだけど、あ、猫じゃらしめっちゃ破壊されてた。終わった後に見たら。やばかった。なんかね、あの、ボールがついてたんだけど、なんか、発泡スチロールのボールをなんか、布でさ、こう、なんていう、みたいな、なんて、布でこう包んであるみたいなボールがあったんだけど。ついてたんだけど、もう布破れて中の発泡スチロールがボロボロに出ててさもう大変だった、掃除したもん、その後破壊された、もう捨てました、その猫じゃらし。さすがに無理だから、破壊されてた部分にすごい気に入ってたんだろうな、また一緒に使ってあげよう。アラブめっちゃ気に入ってたみたい、あの猫じゃらし、壊されちゃった。あれ、そんな使ってない？一週間、二週間。あれ、二週間ぐらいで壊されちゃったんだけど。早いよ、壊れるのが。初物の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。捨てるくらいなら売ってください。猫じゃらし、やだよ。やだよ。もっと頑丈なやつ買ってこない、確かに、まあ、100均だからいいんだけど、猫じゃらしってもう消耗品だからさ、100均で買ってる。ゲーミング PC も買わない、ゲーミング PC はやめてください、これは高いんだから、ゲーミング PC ってやめてよ、そんな破壊音に俺はなる、ダメよならないで、壊す感覚覚えてしまった、よくないよ。高いよ、ゲーミング PC は。ダメよ、ご壊されちゃう。いいの、ご壊してもみんな。配信ができなくなるぞ。手のかかる子は可愛いね。ブブちゃん。でも最近やっとね、その、1階から2階に行ってくれるようになったんだけど。毎回ね、ジャンプじゃなくて、よじ登って、登って、あの、2階まで行ってんのよ。猫のくせに。猫のくせ。普通さ、
ジャンプしていくじゃん。ケージ。上に行くとき。よじ登って言ってんの。ケージの壁を。足かけて壁に。びっくりした、初めて見たとき。こんにちは、とも。成長したいけど、ジャンプしてほしいな、そろそろ。そのうちコギミュンがゴミキュン、コギミュンさんがゴミキュンさんにされる？ゴミキュン？絶対しない、させない、しない。ダメよ。同じ好きな、ね、また買ってるかな、同じやつ。気に入ったものを破壊する主義、怖すぎだろ。やめてよ。あ、どうもの方ありがとう、こんにちは。サスケ目指してる。サスケ目指してるのかな。足が短くってもジャンプできるからさ。一回ジャンプして上行ってんの見たことあんのよ。よじ登っちゃう。キノコあれ、まあ、確かに。あ、でもいいよ、100キロで。高いの買って、壊れるより。いいよ、100キロで。この時間にあと一歩一匹の猫2匹がいるから、毎日喧嘩？え、犬と猫ってそんな、仲良くなれなかったの？一歩ずつ確実に登るタイプ。猫のくせに。ジャンプしなよ。初詣の方ありがとう。こんにちは。二度目の方もありがとう。まだ本当の姿はまだ見せれない、ブブちゃん。見せてないの、まだ。ブブちゃんね、最初降りるとき面白かったから、ね、なんか、二段目とかに乗せて、一階に降りるとき。なんか、ケージのさ、なんていうの、壁。壁を伝っていって。どう言ったらいいのかな。なんかすごいね。え、むずいな、説明が。ケージ壁伝っていって、反対側の壁のとこに手かけて、自分で降りれなくなってた。伝わる？自分で降りれなくなってたの。犬と猫ってね、なんか悪いのかな。こんにちは、どうも。あ、どうもさん、いらっしゃい、いらっしゃい。二度目の方ありがとう、こんにちは。どうもー。うん。うん。うさぎより亀がいい？うさぎより亀がいい？どういうこと？うさぎ、ゆっくり？ってこと？二度目の方ありがとう、こんにちは。どうも。どうも、どうも。どうも。ちら、こんにちは。どうも。かわいいグッドある、ブーちゃんかわいいのでも破壊されたけど猫じゃないし、マイペースなところは多分すごい。マイペースは猫だもん。だって猫はそんなもんよ。なんじゃね、猫だから。初詣の方ありがとう。初見さんコメントもありがとうございます。はじめまして。はじめまして。ダイソーが、ダイソーを持っていかなきゃ。ブブのおもちゃ。特にメスの猫がいたら、犬がいるときか。あ、そうなんだ。知らなかった。ゆっくり、ゆっくり。ゆずさんだっけ。初見です。違うんでしょ？サオも猫ってこと？私も猫なの。似てる、猫っぽい。おかしいな、キョウカちゃんの発信してる画面に向かって猫じゃらしをったけど、ブーちゃんの反応がない。当たり前だろ。あと二人で600円。え、そう、キョウカとムズ。あ、これなんかな。あれ、今昼前でなんで顔出してんの？今日さっきね、買い物行ってたのよ。だから、顔出してる。検査いらっしゃい。本物の初見さんに出してたよね。で、偽物の初見さんもちょっと紛れてるから。猫。あ、あと2人で600円になった。めっちゃ間違えてた。500。500予想、500。ユンさんファンレベル16。ありがとうございます。ありがとう。山田さんは犬っぽいって私。犬っぽい私。あんま、なんか動物例えられたことなくてわかんないや。どういうこと？さっき買い物してたから、なんか準備が終わってるから、いつも寝起きで配信してるからラジオなのよ。初詣の方ありがとう。こんにちは。
この店って一応ナンバー意識が強くなったりするから。あ、そうなんだ。今世界で一番可愛いと。ありがとうね。エグ可愛い？してないよ。二度目の方ありがとう。初物の方もありがとうございます。一番、ひなこちゃんが猫っぽい。あ、ひなこはなんか、なんか顔も猫っぽい感じじゃない？犬じゃない。ひなこは。猫って感じ。こんにちは。どうも。山田さん虫っぽい。やめてよ。やめてよ。500人で5時配信すると聞きました。いや、5時配信しません。無理です。500人でバイしないよ。しない。頑張ってください。ありがとうね。ありがとう。みんなもめっちゃ可愛いね。ありがとうな。ひなこは確実に犬だよね。だよね。そう。なんか、顔も猫っぽくない？虫っぽい嫌だよ。嬉しくないよ。二度目の方ありがとう。こんにちは。たぶん、まあ、ブブニャンのペット。どういうこと？ブブのペット私が？逆よ、逆。まとめると500人で朝5時からバイオハザード。きついな。きつい。やんないよ。虫キャラでごめんなさい。そんなこと言ってない。なんかいろいろと猫っぽい。確かに、わかる。ムシムシ。ムシムシ。どういう意味のムシムシをそれは。100人で水着配信は絶対にしません。飼い主の部分、飼い逆逆、おかしいおかしい、立場逆転してるって。ベッドと。ブブちゃんね、多分ね。ベッドのとこかな、寝てる、どっかで寝てる。お、おいない。ブブちゃんはね、すぐどこ行くから。連れてこようか、ブブちゃん。ちょっと待ってて。寝てたのに連れてきちゃった。眠いね。うん、寝るじゃん。はい、よいしょ。もう暗いとこ行ってた。ベッドのさ、ちょっと影になるとこあって奥の方に行って寝てました。起こしちゃった。まあ、あんなこと言うとか似てる？怖いでしょ。久しぶり見た。嘘嘘。ちょっと多分顔見るとかかえでしょ。もう2時までいようか。ちょっとマイク遠い。近づけよう。かわいい。楽しい今日。
めんね、起こしてこんにちは、初見さんコメントありがとう。二度目の方、あれとなんかもう顎を触らず喜ぶめっちゃ怒るでしょ。待って、めっちゃマイクとかぶってる、ブブの顔がブブさっき言った、こっちの塩にちはーとも可愛い、めっちゃ可愛い。あ、はい、お疲れ様です、お疲れ様。この前で最長だよ、超楽しい。今日虫はまたやめてよ、いいよ虫は。でも、ね、寝たいんだよこれ、眠い。ふるふる言ってる、聞こえる聞こえる、音拾ってないかも、ふるふる言ってる。セレブみたい猫です。いつもの BGM しか聞こえない、うちはゴロゴロって言ってないかも、ね、嬉しそうにしてる。スーパッとしてるから震えてる？どういうこと？ふにゃが通通かミラボだけど、ありがとう YA777X さん、ミラボールありがとうございます、ありがとう。ファンレベル20ありがとうございます、ありがとう。若干怒って、怒ってない、あのゴロゴロって嬉しい。どういうこと？どういうこと？一歳だよ。でも一年したで、もう思ったより大きかった。はい。もう猫すごくない？成長スピード。一歳でめっちゃでかくなるね。ロマンさん、ニンボさん、ありがとう。ありがとうございます。どうもどうも。撫でたい、ルフちゃんやばいよ、毛が見える、もう毛だらけよってドラマンさんは、ミラーボールありがとうございます、ありがとう。じゃあ撫でたらね、毛だらけになっちゃう、ワンピースも毛だらけ。じゃあご飯欲しいの、ご飯さっき入れてお皿に入れたけど、まあ、ナイスミラーボール減らされる分ヤスさんもミラーボールありがとうございます、ありがとう。楽しい今日。タイプも1歳で、それまではね猫しかわかんないけどさ、結構コロちゃんはめっちゃちっちゃい、生後数週間ぐらいから飼い始めてさ、あっちゅう間だった。ああびっくりした、口上げてた。ケンシーさんミラーボールありがとうございます、ありがとう。あくびしてた。毛が抜けるっていいよ、 おじさん多いけど、いや猫抜けるの関係ない。グランチさんミラーボールありがとうございます、あくびしてた。じゃあどこ行きたいのか、パパでちゅパパ来た、うん、かわいいね、気持ちいい。どうしたどうしたの、うん、かわいい、かわいい。ドラマンさん、レインボーさんありがとうございます、えっ、ー、とまた来たいか、可愛かった。エビストンさんもミラーボールありがとうございます、ありがとう。どこ行ったの、気を落としてくるわ。
もうやばい、毛だらけ、見えるほら手が、めっちゃやばい、毛だらけ、ちょっと落としてくれ、ちょっと待って、ただいま、むんちゃんの毛がすごかった、みんなミラボールありがとう、めっちゃ今日おとなしかった、びっくりした、おとなしすぎて、初物の方ありがとう、よいしょ、車で1時間かけて卵買いに行ってきた、え、そんな遠いとこまで来たの、そんなに美味しいとか安いとかそういう感じ、遠くない？うん、こんにちは、初見さんコメントありがとう、こんにちは、ね、おとなしかった、めっちゃ多分ちょっと眠かったんだろうな、ケージに戻って行ってたわ、さっき、普段暴れてる、ずっとは暴れない、なんかね急に暴れだす、スイッチが入った時に、遊びたいスイッチが入った時に、にね、やんなく駆け回るから、あ、友の方ありがとう、こんにちは、どうも、うん、紫音符多分近づいてきた、あと3万ぐらいか、またよじ登ってる、ケイシあと 3万差ぐらいまで来た、ありがとう、いつもの方ありがとう、どこに行ってまで買いたい卵めっちゃ美味しいのか、よくある、ある、1個だけだけ、もうやばいよ、この子も多分白いから3を見てないけど、コロコロしとこう、と毛が、黒服着るとやばいね、毛だらけ、ご飯食べてるわ、聞こえる、ま、音拾うかな、ブブのカリカリの ASMR、食べてくんないかな、食べて、いい音してる、2度目の方ありがとう、こんにちは、初見さんコメントありがとう、こんにちは、どうも、電車仙台に2回も行くとは思わなくて、2回も行ったの、いいね、仙台行ってみたいな、私も、こんにちは、仙台行ったらずんだと牛タンずんだと牛タン食べた、こんにちは、どうも、カラオケ料、どうもどうも、こんにちは、こんにちは、どうも、牛タン食べたい、わかる、牛タン食べたい、私も牛タン、ちょっとね、その2度目の方ありがとう、仙台行くのってパスポート必要、何言ってんの、仙台1回目の時は牛タンとずんだシェイク食べれなかったから、2回目の時両方食べた、めっちゃいいじゃん、22時までおばあちゃん流して1位にいや、みんな予想何にしたの、予想しの曲おばあちゃん予想する人いるのこんにちは、どうも、んー、出張配信仙台、あ、ありがとうね、行きたいな、仙台、牛タン太かき方また、え、ひど、ひど、いいじゃん。おばあちゃん、ほんとに言ってる、ほんとにおばあちゃんにしたろ。変わってんな。なんでおばあちゃん人気なの、青具合、青具合ありそう。始まりの曲始まりの、わかってるけどさ。
1ならないでしょ、きっと。お疲れ様です、お疲れ様。お疲れ様。なんで人気なのよ、こんな。ここのルームだけでしょ、こんなに人気なの、おばあちゃんが。4人ぐらい?3 人か、3人。おばあちゃん、今のところ。なんで人気なの同説さん、リンボスターありがとうございます。ありがとう。あとね。回数稼ぎやすい、一応。そうだけどさ。そうだけど。どの曲の前にもかけたがるじゃあ、もう一回これ、おばあちゃんかけて、曲かけるってこと歌う曲。そしたら1位になるだろうけどな。ゆうたの薄いのと分厚いの。ええー。いや、分厚いのもいいけど、分厚いのはそんなさ、何個も食べれないじゃん。疲れるし、口。あご。なんだ。え、薄い、両方好き。選べない。両方。それは変なルームだから。確かにね、このルームちょっと個性的な方が多いですか。こんにちは。焼肉行ったらライス頼むのと一緒。本当かよ。素晴らしいポイント、回転率は大事や。この村だけおばあちゃんに、なんでこんな人気なの。すべての恥じらいの。そうだけどさ、なんでこんな人気なのよ。勝手な。何いるかな、おばあちゃん以外いるよ。ノルムちょっとだとなんて言ったさ、さっき、え、なんて言ったしかわかんない。え、ちょっと変って言おうとしたじゃない？わかんない。こんにちは、どうも。さ、仙台で食べたやつ、分厚くて顎が疲れた。まずいの美味しいけどね、疲れちゃう口が。そこは入れんでよ。おばちゃん、いいよ。仙台駅の新幹線改札の階に美味しい牛タンの店がある。混んでるから、一回にも同じ店。あ、そうなの？美味しいお店あるの。行きたい、仙台。お疲れ様です、お疲れ様。初物の方、二度目の方、ありがとう。おばあちゃん以外で。何いるかな？味噌牛タン美味しい。味噌牛タンとかもあるの？食べたことないよ。味噌美味しそう。何でしょうか。何いるよ。何がいいと思う？何がいいと思う？おばあちゃん以外で。仙台に行って最初に食べる。最初に何食べる？おばあちゃんでしょ？何言ってんだ。いいよ、わからないよ。はじめまして。本当に？二度目だね。二回ありがとう。おばちゃん？なーに？新幹線改札に引っ越したのかに牛タンの、何が雑誌売ってるの？あ、駅弁？めっちゃいいじゃん。いいね。ディジマン行ってもおばあちゃん食べた？おばあちゃんって何？台湾だったの？おばあちゃんを注文します。意味わからない。いつ仙台、いつ行こうかな？行きたいけど。ずっと行きたいと思ってんのよ。東北行ってみ、行ったことないから、どの県も。東北行ってみたいな。あつもの方ありがとう。こんにちは。人は2種類に分かる。おばあちゃんかおばあちゃんじゃないか？でそれ確かに新幹線改札の中はめっちゃ混んでる。パルコの中の店、あ、そうなの、めっちゃ混んでんの、そんなに。おばちゃん結婚するってないよ。ないよ。ないよ、あるわけないでしょ。仙台今年だけで3回行ってんの、めっちゃ行ってるじゃん。やつもの方ありがとう。はじめまして、初見さんコメントありがとう。はじめまして、こんにちは、どうも。食べるか、あ、ありがとうね、これ答えてくれて。ハロー、こんにちは。次の歌う曲を検討して、ずっと検討してる。何歌おうか。仙台行ったことない、行ってみたいんだけどな。いや、東北、仙台では東北どこのとどの県も行ったことない。北海道あるけど、東北じゃないけどさ、
東北だけかな。いや、うん。え、とエリアで言ったら東北だけかな。行ったことないの。多分東北だけエリア。いつもの方ありがとう。カズズさん100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。この、北関東、あ、そんな細かく分けたらあれだけど。北関東、北関東ってどこら辺、北関東あるんじゃない、東北応援イベント、東北応援イベントって何、福島のやつ、福島、東京である福島エビは出たことあるけど、それ以外は出たことないや。東京だったが、結局行ってない福島。あつもの方、二度目の方ありがとう。こんにちは。スキッチュの。スキッチュちょっとあんま歌えないの。栃木、群馬。栃木行ったことある。群馬はないけど、栃木は。栃木、韓流フェスみたいなやつで、一回だけ行ったことある。僕の時は追い止めば呼ばれ、まあ確かに、うん、呼ばれない。そうね、福島イベント覚えてる？その時、最初さ、このイベントが入ります、お仕事入ります、みたいな、来た時に。え、もしかして福島行けるの？って思ったら、全然違った。東京だった会場。行ってみたかったな。覚えてっちゅうの。覚える。頑張ろう。S、韓流フェス？やなかったかな？なんか、韓流フェスだよね、そう。前にやったやつ。それに出た時に一回だけ行った。初栃木。餃子食べてよ。なんかミンミンだけど。差し入れで。スタッフさん買ってきてくれて。そこのケータリングは韓流フェスだったからさ、韓国料理のケータリングで。それもめっちゃ美味しかったんだけど。やっぱ栃木行ったら餃子食べたいじゃん。ってなって、メンバーね、スタッフさんが、くれた。買ってくれた。二度目の方ありがとう。こんにちは。あと、アイス。なんだっけ、いちご牛乳、レモン牛乳だっけとかのアイス出し入れしてくれたの。よかったね。いや、嬉しかったよ、食べれて。結構ね、あのイベント待ち時間が長くて、その間メンバーでね食べたりしてた。レモン牛乳は飲んでないよ。私、いちごの方にした気がする、アイス。2個あって。東北新幹線の、僕の名前の新幹線は東京から、あ、はやぶさ乗れば東京から1時間ちょっとやってたやつ。あ、そうなの、結構近いのね。こんにちは、どうも。九州名なのに、宮崎で8のイベント。確かに宮崎、行ったことないのよ。行きたい。頭の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。スタッフさんに声だ。声だっけな、餃子食べたいってなったの覚えてるけど。そう、なんか待ち時間長いから食べに行けないかな、みたいな話をしてた気はする。で、スタッフさんが買ってきてくれた。確か。確かに。こんにちは、どうも。頭の方、ありがとう。大阪行ったことあるよ。何回か、ある。あと、修学旅行でも行ったし。中学校の。やっぱ餃子めっちゃ美味しかった。ミンミンってところ。また食べたい。スタッフさんありがとう。本当に。アイスも買ってきてくれて。アイス別に頼んだわけじゃないのよ。でもアイスも買ってきてくれて。嬉しい。めっちゃ優しい。ユニバ行った、修学旅行。あと、家族旅行でも行った。あと、イツメント。ユニバ。たくさん餃子がないんだけど。そんな頼み方してないよ。あ、どうもの方ありがとう。こんにちは。50分だけど。え、なんか一曲歌って終わる。何がいいと思う？ねえ、みんな。決めるって言って決めてない。何がいいと？こんにちは。初見さんコメントありがとう。どうも。何歌う？そう、メンバーとスタッフでチームだよね。どうしたんだっけ？むしろ何が歌える？だからおばあちゃん以外だって。おばあちゃん以外。何が歌える？お昼のブレはいちいち一回なのよ。
キャンカさんやから、私が歌いそうなやつしてそうなやつ、あーどうしよう、猫踏んじゃ、猫踏んじゃった、入ってないよ入ってなかった気がする、私がなんか前調べた、君が横っかはいいよやぶさ、国内最高時速の320キロだし、停車駅が大宮、次は仙台。大宮ってどこだっけ、大宮、聞いたことある。どこだっけ俺は一回だけ、一日一回。一番最後のね。あ、メイビーにする、メニューがないと何だって書いても困るだって、何を歌えるも結構むずいよ。得意の1994年のね、得意一回歌ったことないって。16人しか歌わないのさ。シンプルに猫、あの、ディッシュさんの分かんないって。地元のすぐそば、大宮、あ、埼玉なんだ。埼玉、埼玉次が仙台の、そうなの、来たな、仙台。B 公園の曲がいい？ B 公園の曲、まあ、B 公園でも私B 公園全部わかるけどないよ、できない曲リクエスト無理よ、ダメだわ、ちょっとね初物の方ありがとう、ささやき入れてみる、ちょっとわかんない、歌えるかわかんないけど、さあ、ここらへんか、出るかな、これ客観と思う、頭の方ありがとう、よいしょよいしょ、あやとってシュープレゼント10位あげた、もういいよ、一回歌ったじゃん、さっきソワカス入れちゃった、さっき、じゃあまた後で今日いっぱい配信するから、これあれだよね、歌い始めどんなとき、ちょっとここわかんないまたね、またね、どんなんだっけ、だって嫌だとそのうねにしが、ちょちょ、やっぱ歌えない、これ見てくれたから、聞き分けがいいふして、あーちょ、歌えちゃった、違う、歌わり、わかんないよ、自分の立ち合いだわやめましょう、ささみやき、もしかしたらわかるかなと思ったけど、無理だった、初物の方ありがとう、こんにちは、99点、一個も歌ってない初物の方ありがとう、だってさ、こうやってやってたけどさ、違うじゃん、だってエビメロ、自分の歌わりがわかんないよやめろ、わかんない、メビー入れよう、メビー初物の方ありがとう、こんにちは、メビー入れる、入れたかった、おメビー入れた、お前元気急の場所さ、やめてよいつもの道を走る自転車、立ちこぎの汗が揺れる9月のそよ風、休みの間会えずにいたんだ、君のことが気になってきたんだ、ただの友達と思っていたの、今すぐにでも君に会いたい、 Maybe Maybe 好きなのかもしれない、青い空には雲は一つもない、 Maybe Maybe 好きなのかもしれない、そう願う
777 X さん、ミラボール、ありがとうございます。あとファンレベルも21、ありがとうございます。ありがとうありがとう。教室の窓、カーテンが揺れ、2学期の君はどこか、大人の横顔、どんな休みを喉が僕は遠くで君を見ている。メイビーメイビーそう、わからないでした。ファンレベル20、クッポさんもファンレベル20、ありがとうございます。あれ？愛しくて切なくてどうにもできなくて、愛しくて切なくて僕は苦しい。好きだ好きだ好きだ、あー、裏返る。君のことがああ本当は好きだ、ねえ。夜歌います。よいしょ、ありがとう。いつもの方ありがとう。もうちゃうんかい。こんにちは、パチパチ、ありがとう。ありがとう。こんにちは、どうも。やっほー、初音の方ありがとう。なんかつろ、きょうがちゃんの方、はかはずよ。ちょちょ、チャリティーな2度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも。何よ、その、クロケンさん。え、おいしい。お金の。石油高いとことか。負けないし、めっちゃワックスだね。今日はね、カメラと頑張るから。うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。あつもの方、ありがとう。どうも。だいぶポイントの差も。縮まってきた。ありがとう。32万ポイント差の。さっき40万ポイント差ぐらいあったのに。ありがとう。うん、よかったんです。499人。夢さん？夢さん？あ、違うね。違う気がする。なんてことだ？夢さん。初めてありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あと一人で500人。いけるぞ、これ。いけるぞ、500人。はじめまして。ほんとに？二度目とかかな。あと一人水着撮影会しませんよ。しません。あともの方ありがとう。どうも。ね、500人。あと一人よ。嬉しい。こんにちは。どうも。紫音符42万ポイント。ありがとうございます。たくさん。ありがとう。3万？ん？いや、45万9千だから、ジャケちゃんが。4万ポイント差ぐらいか。4万ポイント差。ちょっとなんとか追いつけるように。頑張りたいの。あと、ミラボールは36万ポイント。たくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。うん、500円だったら逆立ちしないよ。なんで逆立ちすんのよ。
カツオの方ありがとう、どうも。たまたま500人達成が浴衣配信と被るか。確かに、被りそう。じゃ被るね、次浴衣着るから。そろそろランキングもんかな。じゃあ13からランキング見ますね。お、あ、来た。今日がたまず500人。ノイチさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あいたね。ありがとうございます。500人来た。ありがとうございます。やった。やったやった。500人。ありがとう。嬉しい。初500人。ありがとうございます。やったー。ありがとう。夜間キビは違う。あと100人ね。でも見えてきたんじゃない ?600 も。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。やった。500。嬉しい。やった。500人。嬉しい。5000人置いて1人。1人じゃない、あの1桁。1人どころじゃなかった。秋の、いや、どう?なんて思う?には、夜間休憩、秋には、は、できるかな。あ、ゾーンの方に、ダメの方ありがとう。こんにちは。パーティーだ。嬉しい、やった。ありがとうございます。500人。あ、ありがとう。夜長ってこと?秋の夜長?という意味。やったー。ありがとう。こんにちは、どうも。二度目の方ありがとう。嬉しい。500人。お昼配信頑張った回があった。確かに。夜長。いや、なんかわからない。使わない、普段。その言葉。あいつパーリー。あ、どうの方、二度目の方ありがとう。こんにちは。ケーキ?あ、でもね、夜配信用にね、プリン買ってきた。前回と同じ。夜配信多分300回。一番最後の枠が300回配信になるから。一番最後、プリン買ってきた。一番最後の枠で食べます。こんにちは、どうも。じゃあちょっと13位からランキング見ますね。13位、おまめさん、ありがとうございます。12位、ジェミさん、ありがとうございます。11位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。10位、くまたかさん、ありがとうございます。9位、どうせつさん、ありがとうございます。8位、ベビースターさん、ありがとうございます。7位、YA77X さん、ありがとうございます。6位、イコルさん、ありがとうございます。5位、T さん、ありがとうございます。4位、フラマーさん、ありがとうございます。あ、3位、グランツさん、ありがとうございます。あ、2位、キッシーさん、ありがとうございます。そして1位が、ヤースさん、ありがとうございます。ありがとう。あいつね、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。今日もありがとう、たくさん。お昼配信、長めのお昼配信、2時間、2時間やってるわ、2時間。ありがとうございます。長めのお昼配信。夜配信は、今んとこ、17時半ぐらいから始める予定。17時半から19時半までやって、次20時から、やかなと思ってます。今んところ。ちょっと、一旦寝ようかな、少し。1時間ぐらい寝て。浴衣着て準備しよっかな。500人終えた、きっとおーちゃん招きなこ嬉しい。おすみません。一旦寝てきます、私は。11時半、20時でやるよって。また、ファンルームで言いますね。初物の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは、どうも。浴衣着てねえよ。浴衣崩れちゃう、そんな。浴衣着て寝たら。二度目の方ありがとう。こんにちは。寝るんかい。寝るよ。ちょ、一旦ね。お昼配信はおばあちゃんで会話がしませんよ。二度目の方ありがとう。こんにちは。一回終わろうかな。じゃ、また、次、夕方の配信で。次、浴衣着るんで。よかったらまた見に来てください。じゃ、また、夜、夕方かな?夕方の配信で。ありがとうございました。長時間。またねー。バイバイ。